中国最新鋭空母、福建がついに動き出し、最新鋭ステルス戦闘機 J35 を艦載するとの情報をキャッチしました。今回は、この J35 ステルス戦闘機と福建空母を詳しく見ていきます。電磁式カタパルトも、まさかの苦戦、J35 も F-35 に似てると感じてますよね。毎年4月23日は、中国海軍の創立記念日となっているが、今年2023年は、これを記念して、中国国営中央テレビでは、中国海軍として3隻目、国産としては2隻目の航空母艦、福建の現状を報じる内容を放送した。中国海軍の航空母艦、福建は、昨年2022年6月に、進水と命名を終え、今は、機関部の稼働テストを中心に、完成に向けた最終的な段階に差し掛かっており、今後は、今年の後半にテスト航海が行われる可能性が示唆されている。中国海軍が、こうした報道の通りに、福建の各種のテストを、対価なく終えた場合、来年2024年からの実戦配備が行われる可能性があり、遼寧、山東に続いて、3隻での稼働体制を、現実のものとする運びとなりそうだ。福建は、基準排水量が 71,875トン、満載排水量が8万トン以上、全長が 315.0m 以上、全幅が 76.0m 以上の艦体を持つ、通常動力型の航空母艦で、搭載機数は60機以上で、中国海軍初のカトバン方式の採用が予定されている。これは、遼寧が、基準排水量 58,500トン、満載排水 67,500トン、全長が 305.0m、全幅 74.0m で、搭載機数36機、山東が、基準排水量 55,500トン以上、満載排水7万トン、全長が 315.0m、全幅 72.00m、搭載機数44機から大幅に大型化している。しかし、福建の最大の特徴は何といっても、遼寧や山東はベースとなった旧ソ連型のストバー方式での艦載機の運用を行う形式だったことに比して、カトバー方式の採用を行おうとしている点に集約されるだろう。遼寧や山東が採用するストバー方式とは、艦載機の発艦は、艦首部分に設けられたスキージャンプと呼ばれる髪型に向けた緩やかな勾配を利用し、着艦はアレスティングワイヤーによる強制拘束を行うものだ。ストバー方式は、発艦にカタパルトを使用するカトバー方式よりも、物理的、構造的に建造が容易であり、ロシア、インド、中国海軍で採用されてきたが、艦載機の離陸時の重量には制限が伴い、かつ、発艦の頻度も低い点が難点ではある。これに対し、これまでは、アメリカ海軍の航空母艦全11隻や、フランス海軍のシャルル・ド・ゴールのみに採用されてきたストバー方式は、カタパルト射出による艦載機の発艦と、着艦はアレスティングワイヤーを使用する。カタパルトは、艦載機を強制的に加速させて、発艦を行うため、その艦載機の装備重量は、カトバー方式より増加させることが可能で、したがって、それは、兵装搭載量や燃料を、より多く、艦載機に搭載が可能なことを意味するものである。であれば、今日の航空母艦は、すべからくカトバー方式を採用すれば、艦載機の、攻撃力や行動半径を高めることが可能だと映るが、カタパルト自体の設計から運用に至るまで、その実用化の難易度は高く、これまではアメリカの独占状態であった。フランス海軍が、この2023年現在、唯一保有、運用している、シャルル・ド・ゴールのカタパルトも、アメリカからの技術供与によって装備されている状態であり、
その運用管理のためにアメリカ軍から常時担当者が派遣されている形だ。アメリカ海軍は現在は全ての航空母艦に原子力推進を機関部に採用し、ミニッツ級航空母艦10隻には蒸気式化カタパルト、最新鋭のジェラルド・ R ・フォードは初めて電磁式のカタパルトを搭載して戦力化を図っている。しかし、ミニッツ級10隻やそれ以前の通常動力型航空母艦で長年の運用実績と改良を積み重ねてきた蒸気式カタパルトと異なり、ジェラルド・ R ・フォードの初めて採用された電磁式のカタパルトは不具合が多発、アメリカ海軍も対応に苦慮している。2017年に一応ジェラルド・ R ・フォードはアメリカ海軍で実戦配備を迎えたこととなってはいるが、その数々の不具合で通常の稼働はできず、時のアメリカの大統領であったトランプ氏は蒸気式のカタパルトに戻すことすら主張したとも言われている。以後なんとか技術面、運用面の課題を克服、ジェラルド・ R ・フォードは今年あたりから実質的な本稼働状態に入ると目されてはいるが、この事実からも電磁式カタパルトの実用化がいかに困難なものなのかは想像に難くない。そのような装備を中国海軍の福建は同国海軍で初のカタパルト装備にもかかわらず行う前提とされているわけで、世界各国の関係者たちも果たしてスムーズにその運用を行えるのかについてはかなり懐疑的な視線を投げかけている。また、カトバー方式はカタパルトを装備する利点としては、艦載機の並走や燃料の増加が可能なことは前述した通りだが、もう一つ早期警戒管制機の運用がそれによって可能となる点が非常に重要だと目されている。カタパルトを装備した航空母艦が早期警戒管制機を運用可能となることは、その航空母艦の艦隊、つまりは空母打撃群への敵の接近を広範囲で探知することを意味し、空母打撃群の行動半径自体を大きく拡張させる。イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦などは、カタパルトを装備していない艦艇であるため、早期警戒管制は固定翼機よりも、はるかに短い領域しかカバーできない回転翼機に依存する運用形態を取らざるを得ない。回転翼機による早期警戒管制は固定翼機を使用した場合に比して速度面は有に及ばず、その航続距離からもカバー可能な領域が狭く、敵の接近についてどうしても探知範囲自体が狭くなってしまう可能性が高い。こうした状況は、今、まさに、航空母艦化改修を進めている、海上自衛隊の出雲、片護衛艦も同様であり、基本的に、日本の周辺海域での行動を主任務とするこれらは、陸上配備のレーダー網との連携で、それを補うことが想定されている。さて、中国海軍の、福建だが、艦艇の収益に向けた準備が進められている中、艦載機についても、従来の遼寧や山東の J-15 戦闘機と異なり、J-35 と呼称されるステルス艦上戦闘機の運用を実施しようとしていると考えられている。J-35 は、中国の遼寧省の瀋陽に本拠を構える中国瀋陽飛機工業集団が、開発を進めている機体で、もともとは FC-31 という名称で、同社の自己資金での開発が進められていた海外輸出に向けた総発のステルス戦闘機をベースとしている。FC-31 が、すでに中国軍が正式採用を行っていた J-20 に次ぐ同国で、2機目のステルス戦闘機として認知されたのは2012年頃からであり、
2014年11月の中国国際航空宇宙博覧会で公式に披露され、知名度を上げていった経緯を持つ。ただ、その時点では、やはり FC-31 は輸出に向けた機体であり、中国軍が正式採用を行う対象ではないと説明されていたが、2020年7月に中国の国営メディアである環球時報が航空母艦艦載機用の新型機のベースとなる可能性を報じた。以後2021年6月には湖北省の武漢に設置されている実験設備において FC-31 に似たシルエットの艦上戦闘機とおぼしき原寸大の模型が確認され、一気に福建等に向けた新型機である可能性が高まったといえる。その翌年2022年7月には、中国の SNS であるビヒロシ、ウェイボー、及び、チクトクに、現在開発中だとする FC-31 の艦上機タイプを J35 だとアナウンスする動画が登場し、極めて高い解像度のその画像によって、一気に信憑性が高まった。もともと、その存在が確認された当初の FC-31 の機体系形状は、アメリカゾラウンの F-22 ラプターとの相似が指摘されていたが、2022年7月の画像からは、コクピット部分の開閉の機構や、垂直尾翼の形状が、F-35 ライトニング2によく似ていると評されている。